かりと勝利を重ねて積み重ねてきました。一方の岩田はここから連敗を止めてしっかりと確実に残留を勝ち取りたい。まあ、3バックの、ね、1枚が出ていけばその穴を、ね、しっかりと又川選手埋めてくれますからね。ここはファールがありました。まあ、これだけこう雨が、ね、雨し、まあ、特に大阪ダービーなんか見てましても前からアグレッシブにというところが非常に見えました。このセレッソ大阪です。今日はハッサンヒルが累積警告出場停止明け、そして右のウイングに松本雅也が入っています。さてエンドを変えてきました。まあ、これがどういう風な影響が出るか。セレッソ大阪対ジュビロ磐田の一戦、前半のキックオフです。下げてからキム・ジンヒョンのキック、キッカーはこの人も精度の高いキックが蹴れます中村俊です。中村俊ゴールに向かっていくようなボール、これはそのままラインを割りました。まあ、群馬や山形、湘南、福岡でプレー、今シーズンから加入しています中村。おっとジャーメインが来た、先制岩田、思わぬ形で先制ジャーメイン、8試合ぶりの得点は貴重な貴重な先制ゴール。ちょっと思わぬ形の得点となりました。キム・ジンヒョン選手の、はい、まあ、少しこうミスキックのような、そうですね、まあ、前にスペース種田です。どうするか、横に振った奥野です。縦は松本雅也が封鎖、中に入れてレオセアラ、うん、まあ、やはりこの辺りのヘディング強さがあります。雨でも活躍できるプレイヤーの一人です。さて高畑、松原が走る、そこに出す、松原からのボール、ジャーメインですがパンチング、ちょっと接触あって、その後よく飛びつきましたキム・ジンヒョン。前半折り返してここまでは岩田が先制0対1、縦パスでクルークス、左足でシンプルに上げてきました、ジャメイン、いい形で最後ゴールまで迫りました。川島から前線、セカンドボール高畑、パスにしてジャメイン、ジャメインのショット、最後シュート打ってきました。セカンドボールジャメイン、流れてクルークス、クルークス左足強烈、ナイスキーパー、シンプルに入れてきました。西尾がセル触ってまだラインを割ってません。ルーカス・フェルナンデス、パスにしてシュート、北野颯太のシュートも枠の外。淀川さくらスタジアムからセレッソ大阪対ジュビロ磐田の一戦をお送りしています。前半終わって0対1、ジャーメインの8試合ぶりの得点で磐田がリードして前半を終えています。さて森崎さん、前半振り返っていかがでしたか。まあ、使っていきたいです。さてセレッソ大阪対ジュビロ磐田、後半スタート。今日はセレジョデーというところもあって大勢の女性サポーターもセレッソ大阪が駆けつけてくれている。まあ、ここはうまく縦にボールを受けた北野颯太、入って左足振った、川島セカンドボール中に入れて、ここも川島、まだ北野颯太ボックス内入っている。長いボール入りましたね。そうでしたね。非常にこう横後ろよりも、まあ、前に縦に行くっていうシーンが増えてますね。クルクス、クルクスボックス内、クルクスシュート、レオゴメス浮かせて走っていく山田裕樹、山田裕樹中、高畑、ジャメイン、追加点ジュビロ磐田、やはりエースが決めました。今日2点目、そして今シーズン17点目。最後振り抜いた左足、大きな大きな追加点0対2です。いや、一発のカウンターでしたね。ここはボール奪ってから、はい、まあ、山田選手が、ね、相手の背後背中をうまく取りましたし、はい、まあ、このクラス、ね、一発では合わなかったんですけど、いいとこ寄せが早い。上昇振らずにパスにしてカピシャーバー、低いボールレオセアラ、カピシャーバー、そしてレオセアラで仕上げました。セレッソ1対2、1点返して1対2です。カピシャーバーのクロスしっかり仕上げました。キッカーレオセアラ、間合いを取ってレオセアラ止めた、止めた、川島が止めた、感情は出さず落ち着けという、そういったジェスチャーを見せました。そしてここで試合終了の笛、川島今全力で感情を出します。なんと劇的